チョンゴだ On purpose イメハオいつか届きますように。イタキスの中で入江君はブリティッシュスタイルの服装でしたが、古川さんのプライベートと似ているかなというふうに思っています。自分のお洋服をイタキスで着たりしたことはありますか？着たことはないですけど、一回衣装がこうなかなかその監督のイメージと違くて用意がなかった時に僕の衣装というか私服で出るかっていう話には一度なりました、うん、けど出たことはないですね、うん。ブリティッシュスタイルのエプロン好き？好きです。結構スーツとかセットアップが好きなんですよ。なので、ネクタイとかそういうのも好きですし、ハットとか、結構ブリティッシュスタイルのファッションは好きで普段から着てます。ありがとうございます。次の質問は、イタキスの中で入江君以外に演じてみたい役はありますか？もしあったら何か教えてもらえますか？僕は金ちゃんですね、うん。金ちゃんって正反対の役というか、テンション的にもそうですけど、で僕、普段がこういう感じなんで、そのテンションの高い役っていうのがなかなかやる機会がなくて、やったこともあるんですけど、なんでこういう金ちゃんみたいな役も挑戦してみたいっていうか、すごい楽しそうなんですよ見てて。だから機会があれば金ちゃんと入れ替わってやってみたいなと思いますけど。中国にはたくさん、古川さんのファンがいらっしゃるんですけれども、ファンからもらったプレゼントの中で一番印象に残っているのというのはありますか？印象に残ってるのは、僕麻雀が好きってことで麻雀パイを送ってくれたんですよ。で全部麻雀なんですけど、裏見ると僕の顔が全部ついてるんですよ一個一個で。それ見てびっくりして、あともう一つは僕の写真がいっぱい載ったこれぐらい大きい、写真立てというか中に入ってて、でただの写真かなと思ってよく見たら全部パズルでできてて、そういう手の凝ったプレゼントとかは印象に残ってたり、あとは純粋に僕帽子好きだったり服がやっぱ好きなんで、それをどこかで知ったのか、帽子とか服を結構送ってくださるんですよ。でそれはもう好きっていうか純粋に嬉しくて、普段プライベートで着たりしてます。その顔のついた麻雀牌で麻雀はやられたりしたんですか？いや、それはやってないです。飾ってますはい。その麻雀の話題なんですけど、麻雀ができるというふうにやっぱりファンの方も皆さん知ってるんですけれども、何をきっかけに始めたんですか？僕海外ずっと住んでて、で大学で日本帰ってきたんですけど、その大学帰ってきた時にその周りにいた友達が結構やってて、でそれで始めたのがきっかけなんですけど、そっから結構ハマって、学生時代はよくやってましたね。でこの業界入ってからも、まさにそのいたずらなキスのスタッフさんと結構やってて、今第6回までやったんですよ。第6回麻雀会みたいな。だから次打ち上げでまたやると思います。勝つことが多いんですか、負ける？僕は勝つことが多いです。中国の方とはやったことはありますか？いや、ないですね。あと多分中国ってルールちょっと違うんじゃないですかね、確か。だから中国ルールでやってないんで、日本ルールなんで、中国人の方とはやったことないですね。ドラマの中ではたくさんのキスシーンがありますが、撮影前に何かやることとかルールとかそういったことっていうのありますか？僕はないですね。次がキスシーンでも何のシーンであろうとあんまり意識しないで、そのまま一回現場入っちゃうん で現場入ってちょっとリハーサルやってからちょっと考えたりするんで、キスシーン前だからといって特に準備とかはしないですけど、歯磨いたりガム噛んだりする人っているじゃないですか、俳優さんの中で。そういうことも歯はみんな磨きますけど、俳優さん、それ以外でっつったら別に